お、あ、ヨネヤさん来ましたね。さあ、ゆっくり。おはようございます。おはようございます。え初滑り、初滑り。いや、やっぱ最高ですね、もう、うん、このなんかリフトつなぎがもう最高だわ。この一本ね。この一 本だけでもちょっと来る価値あった。あ、それは良かったです。午前中仕事だったんでね。ちょっとね、仕事をちょっと切り上げまして、やってまいりました。とりあえず切りのいいところまではやった。あ、オッケー。じゃあ、安心して滑れますね。そうですね。いや、やっぱいいね。あんまり雪はちょっとないんですけど、まあ、雪があるからね。今年は結構滑るつもりでいるんで、シェアハウスもね、やってるので、僕もちょっと拠点として使いながらいろんなスキー場に行けるかなとか思ってるんで、ちょっと楽しみですね。じゃあ今日は初滑りということで、怪我しないように。だいたい初めてでやっちゃうパターンあるからさ、僕やっぱなんかブーツ痛えんだけど、ブーツ痛えっていうか、なんか馴染まないよね、やっぱ最初。それ感じる人が多いのかなと思うけど ね、去年の春の感覚で締めまくってさ、そしたら足パンパンになっちゃうみたいな。普段圧倒的にスニーカー履いてる時間の方が長いのにさ、そうそうそう、いきなりこんな靴履いたらさ、それは痛いよねって。緩めでいいよね最初は。うん、と思う。こんな感じでちょっと今日はまだ雪少ないですけど、いろいろと滑ってみましょうか。満喫しましょう。はい、行きますか。ライドオン。よし、動画撮った方がいいな。うん、マジ綺麗じゃん。やば。いやー、山頂。本当に初滑りなんですけど。うん、記念すべき一発目を。ファーストライド。なんか思ったより雪質いいかも。スタートですね。オフトレしてますからね、今年は。すごい。1個目は危ないから、本当に。どう、1本滑って面白い。やっぱなんかこれだったんだなって毎回思うよね。なんか夏の間ずっと足りない、ここ6ヶ月ぐらい足りないなと思ったのは、うん、あ、これだったんだなって思いましたね。でもやっぱ足重いし、なんか感覚がなんかやっぱちょっと違うよね。これでやっぱ去年と同じ感じで行ったら、毎年のように言ってるけど怪我するだろうなと思うんでね、徐々にですね。いや、でも楽しいね、やっぱ。なんか結構暑いね、やっぱこの下、うんうん、半袖だけだけど。マジか。うん、ちょっと生きった長袖だわ。雨とか降っちゃったらダメだろうけど、うんうん、今だったら全然大丈夫。日が出てるっちゃ良さそうだね。そうだね。じゃあまあまあそんな感じで、はい、滑りましょう今日は。だね、時間までもう黙って滑りましょう。うん、うん、スタート遅いんでね。
危ない危ない。ああ、お疲れ様でした。無事に初滑り終わりまして、怪我なく終わることができました。うん、やっぱ楽しいですね。楽しいね。スキーって本当にいいもんですね。それではまた来週。いや本当に ね、やっぱいいですよ。自然もすごいし、やっぱ景色もね、もう なんか何年も見てるはずの雪でもやっぱシーズン始め上がるよね。このインした時の何とも言えない感じあるよね。そうそう、だから都内とかからだと3時間ぐらいかかるけど、うん、まあそれに見合うだけの価値はあるなと、うんうん、僕は思いますね。まあ今年もあの雪の動画を、うん、出していこうと思ってて、ちゃんとこう定期配信できるようにやっていきますので、ぜひ見てくださいっていうのと、ゲレンデとかで見かけたらぜひ声かけていただければ僕も喜びますので、まあ、このシーズン怪我なく、うん、楽しく滑りましょう。はい、はい、ということで、まあ、こういうコンテンツがいいなと思ったら LIKE チャンネル登録よろしくお願いします。今回もありがとうございました。楽しみましょう。あ、ごめん、かぶった。ジャンガジャンガ。ありがとうございます。